か汗が負けて。アフラ本当は引かんとせんくらい引かんとせんって言ったんだけど、うん、体つくられんくんでアフラを持つの。うん、入れとあかんと、これがベタベタになるっていう、うん、いいのかね、いいのかね。今何がおかしかった？スッと出てこないとか、うん、自分の笑いが、自分自身がどうやってですか、なかなか忘れなかった。どうしても何が伝えるっていうかね、うん、やっぱりこのくらいに開いて状態がほらこんなになったろ、うんね、そしたら大火が通っていくね、うんうん、別々に先生が一緒にいたの。わからん。傘持ってきなさいね、絶対に。うん。うちの人みんな背が高い、おばあちゃんだけ行くやろ、うん、ほんでおばあちゃんは対象外だけ、これ今度この模様やっとやで、おじいちゃんも高いね、やで。まあだいぶ縮んだけど、だいぶ縮んだ。縮んだね。あれどうしてこうなるし？まあそれもあるのに。おじいちゃんね。だいぶ信じれん。あんななる。ビボンも。びっくりする。仕方ないね、これだけは。うん。20世紀、21世紀言うてたら、どんなに世の中変わってくるのね。うん。本当言うたら。で冷凍して、であの解凍したら元に戻るんやったら、さっきのみたいね、人間の人体を。はぁ、え、そんなんなるかもからんでね、これが医学とか科学が、うん、ねえ、なるかもから、お金持ちがほんで20何世紀に生き返ったら素晴らしいのね。そんなんなんですけどね、想像がつかんね。別に今が幸せやったら今でも、
先を見る必要はない、別に。切っ取りください。もうおむすびだけやけ、うん、いやもうこれ一尾の間ね、すごい、うん、それだけ食べる。夏場だったらね、この梅運動使うけ、梅干しは、うん、梅です。地層遺伝法が好きやけ。地層って地層かい。地層何言うた。地層言うた。方言がちょっとね。方言が。いや、分かったらええよ。